こんにちは、松本えなです。何だね。今タグラだ。いや、そんとかで。はい。そう、なんか言いたい。こんにちは言った方がいいかな思って。じゃあもう言うやん。こんにちはじゃないの。せーの。こんにちは言わんの。こんにちは。汗出てくるのも相性が悪い。こういうのがいいんやろ。でも何それ、こういうのがいくらくら、はい、もう一回せーの、こんにちは松本えなです。自分で紹介してくれるの？うん、紹介した方がいいよ。夫のたかしです。こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日はよくその夫婦のこととか子育てのこととかに対してすごい質問が多いので、すごい説得して出てくれることになりました。今日は、天の声で愛子も来てくれています。はい、私はもう松本家の第二の家族みたいな感じなので、もうすべて知り尽くしているので。あんなことやこんなことを言っていこうかな。うん。そうね。どんなことでも知ってるので、愛子が来てくれています。ということで、はい、早速たくさんのコメントをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ包み隠さず質問を。そうね。同じくパパママ歴6年です。子供に怒ったりしますか？めっちゃするよね。するよね。まあ、えなはするな。たかしもするし。なんでそんな最初から嘘つかんといて。どっちもします。え、何？めっちゃはせえへんけどね。一緒に怒るのはないな。えなもたかしも一緒にわーって怒ることはなくって、どっちかがたかしがめっちゃ怒ってたら、えながもうこの辺でいいかなって思ったら、フォローして、もうそれのあれ。でいつの間にか2人が喧嘩する。そう、いつの間にか2人が今日もさっきもいつの間にか最終ここが喧嘩するみたいな感じかな。まあそんな感じでね、まあいい形で育ってますね。はい、そうですね。仕事と家事の両立大変だと思いますが、家事は夫婦で分担してましたっけ？してないよね。ここはたかしがもう正直に言った方がいいんじゃない？まあ家事はえなが全部やってくれてるかな。そうなんですよ。不満なんです、とっても。できないんです。僕には。できるやん。なんかやってるね、たまに。料理とかするとさ。料理でき。キッチンめっちゃ汚くなる。キッチンめっちゃ汚くなるし。なんかもう本当びっくりするのがさ、塩のこ、ケチャップのこ、マヨネーズない、あの皿がとかさ。なんかもう本当にうるさくって。なんかやばいよな。家事はできる。ないないやろ。でもその分すっごい頑張って働いてくれてる。働いてる。まあね。立場平等なんで。その分でも子供と遊んでる。えなも遊んでるし。いやいや、もう体使って遊んでる。楽やんでも。仕事と遊ぶだけやったら。で。ズバリ夫婦仲良しの秘訣を教えてください。それはたかしの方が知ってるかな。知ってるかい。秘訣なんかね。でもめっちゃ聞かれるよ、えなこれ。でも仲いいじゃん。なんやろね。なんだろうね。愛情。なんかそういうの、そういうのじゃないのなんか。どういう。何やろな。私から見て思うに。いい意味で夫婦って感じはしない。なんか彼氏彼女ってなんかずっとこう。ここに手を置いたらめっちゃ怒ってくるの。別によくない。ここにこうやって置いてるだけなのに。こだわりこだわり。ずっと足も踏んでるから。そう。でもそれは夫婦みたいな感じ。にはなんかあんまりなりたくなくって、でまあ10年付き合ってたからっていうのもあるけど、なんか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになってもなんか2人で散歩、公園とか手つないで散歩するような関係になりでいたいねみたいな。付き合ってる時からずっとそれ言ってたの覚えてる？はい。なんか、はい、そうでだからなんか夫婦になってお母さんとお父さんになりきるのじゃなく、なんか彼氏と彼女で別に今だって別にくっついたりとか手つないだりとかもするし、なんかそういう関係はずっと続けてたいなって思うし、今多分別にそうよね、うん、でもちょっとくっついたりしたら怒られたりする時もあるけどそう、このね質問すっごい多くて、なんだっけ、子供がね生まれたらその夫婦関係が変わるんじゃないかとか、すごいやっぱ不安を持ってる方が結構多くて、うん、そのもうほら2人だけの時間じゃなくなるからさ、変わらず仲良しでいるために心がけてることとかも知りたいとかね。うん、でもそうね、もしえなとたかしがそのお母さんお父さんだけの関係とかになったら、多分もう離婚するかなまあでもしそうだね、うん、なんか本当に好きで、たかしのことも好きでいたいし、うん、なんかえなのこともなんか母親として好きでおられ、うん、そうっちでも好きでもいてほしいけど、うん、なんかやっぱりそのえなっていうものを好きで追ってくれなかったら、うん、なんか嫌やし、うん、だってさ、ママとか言わないもんね、ママパパ言わないもんね、もう無理言えへんああ言わんな、ね、ちゃんと名前で呼ぶじゃん、うん、まあそれもねいいと思うよ。でもやっぱあとあれじゃない、本当にそのさ、こういうスキンシップあるやん、うん、このテレビ見ながらくっつくとかさ、うん、なんかそういうのとかもなんかずっとあるから、そういうのがなくなってどんどん距離が離れていって家事と子育てだけをしていったら多分そうなるんじゃないのってちょっと思ったりするけど、どう思う？さっきからずっと「うん」って言ってるだけ。何やろうな。今日質問に答える回だよ。でもたかしはあんまり言葉より行動で示すタイプじゃないですね。だからそれを言って今言ったらいいね。そう、もうね日本男児ね。そう、クールなんですよ。口数少ないし、私は今一緒に17年14年。全然ちゃうよ、高校生の時から17年か。今私たちは17年一緒にいるんですけど、好きだよとか愛してるって言われたのはプロポーズの時の1回しかなくって、それ以外愛してるって言われたことがないぐらい本当に言葉にしない、うん、想像がつかないもん。まあその分今言ってみてよ、その分行動でやってるからね今言っていいはいはい、お家ではどんなことをしてお子さんたちの相手や遊んだりしているのか気になります。うん、めっちゃサッカーやってるよな、家の中で。最近はね。あとナルトでしょ、ナルトのチャクラで。あ、チャクラで壁登り。チャクラ。あ、でも最近もうあんまやってないかな。飽きたの。うん。まあやっぱり体を動かして遊ぶことが多いんじゃない。逆立ちの練習したりとか。うんうん。家の中やな。めっちゃ走るな。家でね。鬼ごっこみたいな。めっちゃやるな。家の中で。あとテラスとか？あ、テラスな。えなは基本的にテラスでなんかプールやったり、なんかお菓子パーティーしたりとかさ、あと、まあ、宿題とか勉強したりで、時にはテレビを見たりお菓子作りしたりとかすることが多くって、うん、たかしはもう体操の先生みたいな、体育の先生本当に走り回ってんな。ちょっとやりすぎやな。でも本当にサッカーとかマジでやめてほしい。髪とか絶対割れるし。大丈夫。外行ってやるよって思わなくて、サッカーとかさ、そんな激しくやるんやったら外に行けばいいやん。割れたらやばいからね。全然もうバンみたいな感じやからさ、外行けばいいのに外ではあんまやらへんな。外でもやるやん。まあ外は外でまた違うやん。なんか自転車乗ったり、まあ公園行ってもまあボールはやるけど。外でやってくれよってすごい思う。まあ真似しない方がいいね。家でサッカーは。家でもやるっていうのがいいね。外でもやる。ずっとサッカーボール持っとってほしいんやって。え、リフティングだっけ？ぐらいじゃなくてやっていいの。ヘディングと。もうポンポンガシャンやから。風にバーンはやめた方がよくない？いいの。いいの。まあくれぐれも真似しないように。じゃあえなちゃんのファン歴も10年以上。長い。ありがとうございます。です。本とかも全部買ってくれてるって。ありがとうございます。で旦那さんと結婚してされた時もすごく嬉しかったです、うん、出会いから長いお二人ですが、高校生の頃に好きだったところと、好きだと思ってたところと今好きなところは違いますか？今好きなところを教えてください。でも変わらんかな、そこも別に変わってないかも。ベース優しくて、ここが好き。胸板とこの腕枕のここが好き。高橋の顔しょうもなと思ってすっぽり入ることが好き。まあラブラブということで、高橋も答える？どうする？いいの？はい、ということで、たくさんのコメントありがとうございました。私たちはいつもこんな感じでやっているんですが、参考になったかな？そしてたかしもまた出てくれるんだな。はい、頑張ります。出てくれると思うので、これからもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録とグッドマークよろしくお願いします。じゃあねー。